こんにちは。アマゾン室サポーター、堀秀夫です。オーストラリアアマゾン室は稼げます。凡人でも大した努力をせず稼げる副業。オーストラリアアマゾン室ビジネス。これらは会員さんの売上報告です。34,454ドル。日本円で約380万円。利益はだいたい3割なんで、月120万弱。 ま、これだけの利益をこの会員さんは、一人でマイペースで、え1日4時間ぐらい働いて、え得ています。他にも、22,157ドル、1539ドル、7,669ドル、6,828ドルと、ま、これら会員さんの売り上げ実績です。どんな人はこれだけの売り上げを上げているのか、一人でマイペースで稼いでいます。 英語が苦手な人が多いです。パソコンも苦手な人が多いです。本物の稼げるサポートを受ければ、あなたも同じように稼げます。Amazon を使った輸出ビジネスは稼げます。日本に生まれたのに Amazon 輸出をしないのは損です。そして、いつ始めるかが重要。始めるのは、今すぐに始めるのがおすすめです。成長の早い Amazon。 遅れてスタートすると先行者に追いつくのは難しいです。アマゾン輸出にの、アマゾン輸出に取り組むのは、上りエスカレーターに乗るようなものです。成長し続けているアマゾン輸出を始めれば、アマゾンと共に成長します。これから一番稼げやすくなるのは、オーストラリアアマゾン。日本製品はオーストラリアで高く売れます。なぜ、オーストラリアアマゾンがおすすめなのか 1992年から27年間、好景気続きのオーストラリア。そして人口も増え続けています。日本とは正反対です。アマゾンを使っても輸入ビジネスでは稼げません。私も初めは輸入ビジネスに取り組みました。しかし、景気低迷が30年続く日本で稼ぐのは至難の業です。さらに日本人は品質だけでなく、 価格、包装、梱包、配送日数、正確さ、アフターサービス、すべての要求が厳しいです。アメリカでは新品で通用する商品が、日本では中古どころかゴミとしての価値しかない。そんな残念な経験もしました。また、輸入ビジネスやセドリで稼げなくて、宿泊していた人にアマゾン輸出を進めて、稼げない副業から稼げる本業に変化して、会社の社長になった会員さんも何人もいます。 世界最高の仕入れ場所。それは日本。良いものでも安く売らないといけない日本は稼ぎにくい。しかし逆に言うと仕入れ場所としては日本は最高です。何しろ30年間物価がほぼ変わっていない国は珍しいです。私の世界旅行も最初は良い商品の仕入れ先を探す旅でした。しかし今や日本ほど仕入れに適した国はありません。これは世界50都市以上回って強く実感しています。 例えば、シドニー土産を日本で購入。私は、オーストラリアワインは日本で買います。オーストラリアの安売りしてるね、おっきな、えー、ワイン屋さん、お酒屋さん。まあ、この値段がね、29.99ドル。そして、イオンの値段が2480円。日本のイオンのワイン、2480円です。あるいは、36.99ドルのワイン。 イオンでは2780円と。さらに、オーストラリアで買うと、日本までね、えー、持ってくの大変ですけど、イオンで買うと、送料5700円以上で、送料無料と。オーストラリアとニュージーランドのワイン、オーストラリアで買うと、高くて日本へ持ち帰るのも大変。しかし、日本で買うと、安く買えて送料無料で自宅に届くと。こんな生産国より安くワインが買える国は日本だけです。フランス産ワインも、パリで買うより、日本で買った方が安いです。 輸入ワインは生産国の3倍から10倍で売ってるのが普通なんですけどね。海外旅行をすると日本の物価の安さを実感します。物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもある。例えば100円ショップダイソーで買った商品が何倍もの値段で売れています。くっきり二重まぶたにするアイテープ。13倍の1300円で売れてます。ソフトクレー。 軽い粘土。こちら2個セットで1025円で売れてます。5倍です。また別な色の1個売りで989円。10倍です。同じ粘土を6個セットにしたもの。1980円。6倍で売れてます。ありふれた100円ショップの商品でもこれだけ高く売れます。またおもちゃのベイブレード。 こちらは 1, 円円でで仕入れて 3, 円3倍で売れてて倍売ますまた始まったばかりの Amazon まだ商品カタログがそれほど多くないんでどんなものが高く売れてるのか、まあ、オーストラリア eBay イイでの制約状況をチェックすると予測がつきます炊飯ジャー31,689円で仕入れて59,507円で売れてます 別な炊飯庫。15,230円で仕入れて、32,014円で売れてます。はたまた別な炊飯ーこちらは25,490円で仕入れて、51,986円で売れてます。またヘアアイロン。こちらは2,469円で仕入れて、6,867円で売れてます。ソニーのワイヤレスコントローラー。 8500円で仕入れて15122円で売れてます。コピック8849円で仕入れて14817円で売れてます。タミヤのプラモデルミカサ7708円で仕入れて14786円で売れてます。タミヤのプラモデルのパーツ1600円で仕入れて9069円で売れてます。 セガのホームスター、8335円で仕入れて14181円で売れてます。お菓子、ジャガポップル、5990円で仕入れて11789円で売れてます。日本のウイスキー、4320円で仕入れて12359円で売れてます。このように、高く売れる日本商品はいくらでもあります。 一日二千億円の売り上げ。オーストラリア人の購買力は日本人が想像するよりはるかに大きい。12月26日、ボクシング出明けのバーゲンの売り上げ、一日で二千億円です。日本で一番大きなデパート、三越伊勢丹の2ヶ月分の売り上げが一日で上がるわけです。そしてオーストラリアアマゾンは3年後の2022年には、 オーストラリア第6位の小売業者になると予想されています。その売り上げは7兆8000億円。今の日本アマゾンの7倍の売り上げです。オーストラリアアマゾン輸出をやってみようと思うなら、今すぐ始めた方がいいです。今すぐにオーストラリアアマゾン輸出を始めるべき3つの理由。1、アマゾンは実績重視、新参者に厳しいシステムです。始めるのは早ければ早いほど良いです。 取引実績がたくさんある出品者とバッティングした場合は、新規出品者は売れない仕組みになっています。二つ。アメリカアマゾンでは販売なくなった商品。販売できなくなった商品。アメリカアマゾンでは儲からなくなった商品。オーストラリアアマゾンなら販売できます。儲かります。三つ。初めの頃は間違いにも寛大。多めに見てもらいます。 今からオーストラリアアマゾン出を開始すれば、慣れてくるに従って、どんどん売れやすくなっていきます。今年の7月15日、オーストラリアアマゾン2回目のプライムデーを実施しました。これによってまた利用者は増えています。またアマゾンの広告も運営開始されました。まあ、日本やアメリカはね、もう広告運営、春が昔からやってますけど、オーストラリアアマゾンにはやっと今月、先月か実装されました。 恩人でも今すぐ始めれば大した努力もせず稼げます。オーストラリアアマゾン室サポート特別モニターを募集しています。ここをクリックして、オーストラリアアマゾン室チャットワークサポート特別モニターページを見てください。今、YouTube の動画でご覧になっている方は、ここクリックできませんので、動画の説明欄の URL をクリックして、オーストラリアアマゾンチャットワーク特別モニター募集ページを見てください。以上、アマゾン室サポーター、堀秀夫でした。